嵐のジェット機、何は男子デビューでも、ジャルがジャニーズを切った、深すぎる意味。ジュリー氏の超蜜月、完全崩壊の裏側。ジャニーズ事務所創業者のジャニー北川氏、去年87、の加害問題に送る動きが加速している。同社は9月7日に都内で会見を行い、藤島ジュリー稽古氏、57、に代わって、 東山則行56区が新社長に就任すること、さらに加害を事実と認め、4時間にわたって質疑応答に応じた。これを受け、ジャニーズタレントとの広告契約を見直す企業が続出。これまで日本航空や東京海上日社、サントリーホールディングス、HD などが見直しを表明。さらに日本マクドナルド、伊藤ハム、 第一三共ヘルスケア、花王などもジャニーズタレントとの広告契約を見直すと発表した。ジ,ジャニーズグループは深い関係にありますが、会見と同日の7日というかなり早い段階で、ジャニーズタレントの広告への起用を当面見送る方針を明らかにしたんです。ワイドショー関係者。